新型コロナのオミクロン株の感染が広がる韓国で1日の新規感染者が再び最多となり3日連続で5万人を超えました。12日発表の韓国の新規感染者は5万4941人でこれまでで最も多くなりました。韓国政府は感染者の急増を受け10日から高リスクの人以外はセルフ治療を基本としたため在宅治療者はおよそ20万人に上っています。韓国政府は月末には1日の感染者が最大17万人に達する恐れがあると警告したほか韓国の国家数理科学研究所は来月初旬には最大36万人に達するとの予測も発表しています。国民の 57% がワクチンのブースター接種を終えたものの感染拡大はむしろ加速しています。